阪神タイガース対福岡ソフトバンク。ホークスの攻撃、打順は5番平田。ホークス0対0で迎える2回の攻撃です。インサイド落ちました、切れていきます、ファウル。引っ張った、これもファウル。打ちました、三塁線落ちてフェア、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。そして打席には平田が入ります。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあチームとしてはここでしっかりと追いついておきたいですね。いい当たり、レフト線フェアです。セカンドランナーホームイン、ホークス追いつきました、1対バッターボックスは5番平田。先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。ホークスホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ここもファウルです。これが4球目、打ちました、痛烈な打球、これもファウル。これが5球目、打ちました、痛烈、ここもファウルです。アウトコース打ちました、この打球はフライになっています。坂本が抑えて3アウトチェンジです。バッターボックス平田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。フランスはまずは先頭バッターを打ち取っています。痛烈、切れていきます、ファウル。2球目は何で来るか、打ちました、痛烈な打球、切りました、ファウルボールです。ノーボール2ストライクです。3球目打ちました、高く上がった、レフトオーバー、打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁到達、ワンアウトからランナー出塁しました。試合を制したのはソフトバンク。